ブルックスグループは持ち株会社である株式会社ブルックスホールディングスを中心にコーヒーなどの通信販売事業を展開する株式会社ブルックスコーヒーの生産部門を担う株式会社ブルックスファームコーヒーなどの関連会社からなる企業グループ。本社は横浜市青葉区美しが丘に置かれている。取り扱う商品は一杯分ずつ窒素充填した。 ドリップコーヒーが中心であるが、紅茶、日本茶、健康茶なども扱っており、さらにぬか漬けのぬか床を乾燥粉末化した商品なども手掛けている。ブルックスの創業は1968年10月21日とされている。当時の事業は後に小さなお茶屋と表現されるものであった。やがて本格ドリップコーヒーが1杯19円といった宣伝文句で、 通信販売事業を拡大し、広く知られるようになっていった。1993年には、国際コーヒー価格の安値と円高に乗じて、アイスコーヒー用商品の値引きを行って、顧客を増やし、売上げの前年比2桁増を達成したと報じられた。ブルックスの社風は、ベンチャー企業職もあり、2000年当時には、インターネット上の新規事業立ち上げに、 インターンシップの学生を多数活用するといった取り組みをしていた。インターネットによる通信販売が普及するにつれ、ブルックスへの消費者の支持は顕著になり、例えば2003年にはヤフージャパンのインターネットショッピングモール、Yahoo ッピングが販売した193種類の福袋の中でコーヒー、紅茶類を詰め合わせたブルックスの福袋が最も人気の 高かったとされ、さらにネット通販愛好者のお気に入りサイトのランキングでは、大手各社にごして6位に入ったことが報じられた。日経産業地域研究所がマクロミルを介して行った2011年の調査では、自宅で飲むドリップ式コーヒーのブランドとして14.0%の回答を得た、UCC のゴールドスペシャル以下、AGF のブレンディ、片岡物産の モンカフェに次いブルックスは9.3%の回答を得た。2008年には、海外向けの販売サイトを立ち上げ、2012年頃のペイパルの導入などを経て、アジア市場を中心に売り上げを顕著に伸ばしている。2012年には、かつて第一生命が本社機能を置いていた神奈川県大井町の施設を取得して、大井事業所を置き、 さらに2015年には大井町と共同で神奈川県に対して未病対策事業の取り組みを共同提案し2017年には施設の名称を未病バレービオトピアとして2020年までに段階的整備を進めることが県から発表され2018年4月28日に第一期分がオープンしたこの間2014年6月にはブルック S, S カフェ原宿店を開店し、2017年7月には、ブルック、SMEBYO カフェにリニューアルした。ありがとうございます。